商店街南部、中央京交差点から、佐賀駅方向商店街北部、東神院一丁目南交差点付近、東神町商店街は、佐賀県佐賀市の佐賀駅と県庁のある場内を結ぶ、通称中央大通りの一部、東神院一丁目北交差点から、中央京交差点までのおよそ600メートルほどに、及ぶ、中心商店街。佐賀の栄子清水と共に歩んできた。 いわば歴史の生き証人である。1959年に県内で初めてアーケードを設置したが、老朽化が進んだこともあり1985年のシンボルロード整備事業で電線の地中化や歩道の整備を行うとともに撤去された。そのため、今では商店街としては、やや珍しく屋根のない商店街となっている。 鉄道輸送に対応するため駅前に広がったトン街をその始まりとしており、佐賀駅が高架工事のため北側に移転したことや、輸送の主力が自動車へシフトするとともにその地位を下げ続けている。現在はシャッター通りの対象にもなるほどひどく錆びれており、人通りも通勤、通学者以外はほとんど見かけない。 平日の人通りは通勤者等を入れても1500人程度と、最盛期の3分の1まで減少した。そのため、佐賀市では2000年から行っていた秋、店舗対策事業、チャレンジショップを、有教飲食店の増加により、夜型の地域になった、銀天通り商店街から2004年に、東神町商店街に移転し、若手開業希望者の支援を行っている。また、 2006年には、中心市街地の活性化を目的に、市民の交流の場として、カフェを併設した、コミュニティ施設、都人蛇屋を開設。2012年には、ビジネスやイベントにより使用しやすいよう、大規模リニューアルを行った。2016年には、探し発の子供食堂が開設されるなど活用が、進んだが、建物の耐震性に問題があり、 2019年度末で閉鎖されることが決定した。これらの活動や中心市街地へのマンション立地が続いたことなどから通行量や新規出店は緩やかに増加しており、2015年には東人町商店街振興組合に青年部が復活している。東人町は、鍋島家に仕えた理想館とその一族他がこの地に居住したことを由来とする。 李想館は、高来、吉州出身で1587年、船遊びの最中に船が破損して、北九州に漂着した。その後、1591年に、鍋島藩家臣流造寺暴れと、成富兵庫重康に出会ったことで、佐賀に赴き、藩主、鍋島直茂にもその才能を見込まれて、使えるようになった。総館は、 朝鮮出兵に通訳として同行し、また投稿たちを招兵し、佐賀での陶器製造にも重要な役割を果たした。しかし、故国にとって、利的行為となる活動を行ったことで、帰国の道は途絶えたため、1599年に、直重は、総監と彼が連れ帰った、高来人の一団を、城下の十軒堀川替北、愛嬌島村に住まわせ、 当人の住む町、当人町と名付けた。総監は、動物の製品、動機類、金物類、海産物、荒物などを扱う貿易商として活動したため、これらを扱う商人が集まって、今日の当人町の基礎が形成されている。現在は、佐賀市当人と地名を変え、佐賀県道29号佐賀停車場線を境に、西が、当人一丁目、東が、 当人二丁目となっている。町内には居住する、高来人が帰えするため、1626年、鍋島勝重公の姫付、老女、秀島玄瑛門の母の願いにより創建された、鏡窓火事があり、理想館の墓もここにある。また創館が、邸内に故郷を忍ぶために建てた石碑が残っており、1955年道路拡張のため場所を移した後、 これを祭神とする、東神神社が1965年に建立された。1968年に、鳥居が寄進されるなどを推計され、町の守護神となっている。佐賀市中心部、佐賀駅と佐賀県庁を結ぶ、県道29号沿いにある町。北は駅南本町、東は愛京町及び大田から、南は白山。 西は天神及び成明町に接する。面積は約 0.11km に。平成27年住民基本台帳による世帯数及び男女別人口は以下の通り。町内の中央を県道29号が縦断している。沿線に東神町バス停があり、探し A バス、昭和バス、有徳バスが東バス停に停車する路線を運行している。 また、当時一丁目交差点から西に向かう道路に平和通り、同時二丁目交差点から東に向かう道路に笠詐通りの愛称がある。ありがとうございます。